あの幽霊信じる信じないがもう分からなくなってくる。確かにそうですね。幽霊って何みたいな感じになっていくんです。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ前回ですね、素晴らしい階段聞かせてくださいました。ゲストはですね、階段社に所属をされています階段社の、椎穴俊明さんです。お願いいたします。お願いします。もう騙されませんよ。何がですか、この謎の感じから急に階段のスイッチ入ったら淡々と話してると思いきや、うわーっていう、いや前回僕普通に悲鳴上げましたから。すいません。すっごい本当はあの笑顔でね、優しい人なのに、なんかちょっとこうそれは僕も普通ですけどね。普通なんですけどね。で、あのまああんまりこう怪談話をもう1000話以上お持ちっていうスペシャリストなのに、幽霊は信じてないっていう。そうですね、幽霊信じてないですね。よく考えるとそれって酔っ払ってただけじゃないのかとか、なんか普通に考えますけど、なんか納得いかない話がやっぱりあるんですよ、うん、こう聞いてたら。そんな話しましょう。え、もういいですか。ね、まあ、M さんっていう人ですね。 M さんという人から聞いたんですけど、はい、まあ、彼九州の出身で、で、まあ、村ですね、村で、うん、もうだいぶ前の話なんですよ。もう初めて聞いたのが20年前なんで、さらに前なんで、もう40年ぐらい前の話です、はい、なんですけど、まあ彼が小さい時、あのその村で鬼ごっこをしてたんです、うん、鬼ごっこといっても、まあ、近所の男の子とで、 M さんも男です。捕まったら次追いかける、でそれをずっと繰り返してたんです。それが面白くてキャキャキャってもう笑いが止まらないですよ、はい、わー捕まる捕まるみたいな感じで、もうゲラゲラ笑いながら、うん、で向こうもキャキャキャって笑いながら追いかけてるんです。でもう手がこうかする寸前のところまで来てて、あー捕まる捕まると思って走ってたんです。走ってバーって走って、であの坂を登ったんです、うん、うわーって向こうも登ってくるんです。わーってでパッて上に上がったら、あのそこ線路なんです、はい、柵が何もないんです、うん、田舎で、ほんであのできたばっかりの線路なんで、パッて線路通ってうんって見たら電車が来てたんです、はい、であっと思ったけど勢いがついてるんで、そのままキャーって笑いながら下に降りたんです、うん、であれでも今後ろにおったなと思ってパッて見たらバーンってそのまま引かれたんですって、その人、はい、であっと思って、何々君が電車に引かれたってなって、でうわっってなったけど、その走ってる勢いのまま走り続けて、でその今引かれた何々君の家に行ったんです、はい、家に行って裏口から入ってガチャって開けて、ならあのお母さんが料理してはって、でおばちゃん何々君が電車に引かれたって言わずに、あのおばちゃん何々君が線路で怪我をしたって言ったんです。線路で怪我したって、でおばちゃんは、またみたいな感じで、あのエプロンで手拭きながら、どこみたいな感じで連れてってって感じで行くんです、一緒に。でこっちこっちってエプロン引っ張りながら連れて行くんですけど、あの自分はさっき見たものが何なのかを分かっているので、うん、怖いんです。そうですよね、怖いってなって、そのままお母さん連れて行くんです。あの子怪我ばっかりしてって言いながらわーって一緒に行くんです。あるところまで来たら電車が止まってるし、人だかりができてるし、うん、あれっていう状態なんです。でそこで足を止めて動かなくなったんです。で、もうちょっと距離あるから、もう見えてるんですけど、距離あるからこっちこっちって引っ張るんです。全然動かないんです。向こうじゃ人が集まってる、でこっちこっちってなって全然動かないんで、えって見たら、おばちゃん、あの止まってる電車と人だかりを見てるんじゃなくて全然違う方向を見てるんですって。え、で、え、何と思って見てる方向をこう目で追ったら、友達の生首が落ちてるんです、そこに。で
ってなって、ほんで人だかりの人たち、村の人たちもみんなこっちに気づいて、うわっ、お母さん来たって気づいて、もうで息ができなくなってるんです。でお母さんはその自分の息子の生首を持ち上げて、で抱きしめて、しゃがみ込んで、はい、静かに声も出さずに泣いてたんです、はい、でやっぱそれをみんな見て、うわーっていう、もうビジュアルなんです、はい、自分の子供の生首を持ってる母親の、うん、っていうことがあったと。でしばらくしてそこで幽霊が出るんです、うん、その幽霊が生首を持った母親の幽霊っていうんです。え、お母さん生きてるんですよ、はい、生首を持った母親の幽霊が出るっていうんです。でそれがまあ首を持って抱きしめてしゃがみ込む女の人なんです。で村の結構な人数がそれを見ていたので、あまりにもインパクトの強いその絵なので、もう目に焼き付いてると、あそこ通ったらそれを思い出してそういうのが見えてしまうんだこれはってなって、実際そのお母さんは旦那さんともう一人子供がおったんかな、でその事故の後引っ越してしまったんです、その村から、はい、もう住んでられないって言って引っ越してしまってなるんですけど、もうその不気味なビジュアルっていうのがみんな見てしまうし、これは何やろうと思って、まあまあもうひどい絵やったし、もう脳裏に焼き付いてるんだっていうので気にしないでおこうってなったんですけど、地方に大学に行ってた子とかが帰ってきた時に言うんです、ええ、なんかあそこになんか黒いのものを持ってしゃがみ込む女の人おれへんって言い出すんです、はい、でえってなって、じゃあ僕らだけが見えてるもんじゃないんだってみんななるんです、うん、でもしかしたらお母さん引っ越した先で自殺しあったんじゃないかな、思いましたちょっとってなるんです、はい、でもやっぱ聞けないじゃないですか、はい、でもあまりにも目撃談が多いんで電話して確かめたら生きてたんです。じゃああそこにいるお母さんは何ってなるんです。全く同じ服装でエプロンで出てるんです、はい、何かわからないです。それがその20年前聞いた時に今でも出るって言ってます、今でも出るんです。だからあれが何なのかわからないけど、幽霊って一言で片付けていいんかなって言ってました。それは何なのってのがわからないんですっていう話です。だってね、亡くなった人がっていうのが幽霊であればね、その、まあ、亡くなってしまったお子さんだけの幽霊のはずですよね。そうですね。なのに生きてらっしゃるお母さんが抱えてるところで、それをね、現場を見た人がなんかもう焼き付いてて、なんかまたそういうのが見えた気がするだったら分かるんですけど、そうじゃない人も見てるわけですもん。やっぱいるんですもんね、そこにね。そうなんですよ。だからちょっと話自体が想像の枠を超えてるので、そこに幽霊が出るで恨めしそうにしている、前この子でこういうことがあったっていう基準からずれてるんですよね、はい、ってなると幽霊信じる信じないがもう分からなくなってくる。確かにそうですね。幽霊って何みたいな感じになっていくんです。なんでこういう話を集めることは面白いんだなと思っています。やっぱり1000本以上お持ちだからこそ、説明がつかないような話もたくさん聞いてるからこそ、結果幽霊を信じないっていうか、幽霊って何っていうところになっちゃうんですね。そうですね。だから最初はみんな多分これを見てる人たちもそうだと思うんですけど、幽霊っているのかなとかいないのかなとか、うん、そういうふうな目線で見てると思うんですけど、それは怪談が好きになる初期症状で、はい、そのうちすごくどうでもよくなっていくんです。嘘か本当かとかいうのがどうでもよくなっていって、妙なリアリティを求めるというか、うんうん、話自体を楽しみ出すんで、うんうん、皆さんそこまで中毒になってほしいなとは思っています。もう何周もしてますね。そうですね。いやー、この域までは全然達してない、当たり前だけど。いやでも今の話聞いてなんかまたもう一つ階段の深いところ、はい、垣間見れたような今日僕も気持ちになれましたし、やっぱり怪談って面白いなって思いましたね。
そうですね、まあ喜怒哀楽いろいろな話、いい話もあれば、ひどい話もあるし、よくも説明ができないという話があるので、どうもそういうものは世の中にあるようだというのは分かってるんですけど、信じてるかと言われたら、まあ、教育上、ね、良くないんで信じてないいないと言った方がいいんじゃないかなと僕は思ってますからね。いやちょっと面白かった、全部つながった。椎名さんが幽霊は信じてないって言った理由、なんかそれが今日の話を通してなんかすごく分かりました。椎名、はい、さん面白い、ありがとうございます。よかったです。いやいや、これまたちょっとぜひね次回聞かせ願いたいと思いますので、はい、そうですね、一つよろしくお願いいたします。お願いします。いやこの人すごいわ。というわけでですね、怪談社に所属されてます怪談師、はい、怪談社の YouTube チャンネルもあります。皆さんぜひね概要欄貼っておきますので、チェックの方をよろしくお願いいたします。というわけで、次回もお願いいたします。ゲストは怪談師の椎名俊明さんでした。ありがとうございました。